999点だ。黒田君の豪邸よ。ここ一番でミスるなんてお前らしくないじゃないか。残念だわ、せっかく優勝祝いの準備までしてたのに。いやすまん、なぜミスったか自分でも分からないんだまあ勝負は水もんだ、来年を目指せばいいさ。うん、そうですよ。すまんな、すまん、勝ちを譲ってもらって。いや、あれが俺の実力さ。優勝おめでとう。ありがとう。この優勝カップに何かあって礼を言うよ。おかげでウルトラ警備隊のような殺風景なところに行かずに済んだからなじゃあ失敬。嫌な感じ。いくら参謀本部のエリートだからって人間的にも最低よ。あれでも根はいいやつなんだ。ただ俺たちの友情を邪魔してるのはこれさ。優勝おめでとう。お前は昨夜の君の望み通り勝たせてあげたい。じゃあ俺の勝ったのはお前が。そう、昨夜君は優勝できるなら友達を裏切っても魂を悪魔に売ってもいいと言った。俺はそう言った。それでお前は俺の何が欲しいのだ。それは今夜ではまた。そばです。桐山だ。そば、パーティー司令部に来てくれ。はっ、了解。何だろう。とにかく急げ、残念会は後回しだ。はっ、すいません。諸君を呼んだのは他でもない。実は世界的な宇宙ロケット研究家であるゼムラー教授が今日ベルリン空港で何者かに射殺されたのだ。犯人の手がかりは。今のところ全然なしだ。しかしこの事件は単なる殺人事件としては考えられない。というのも地球防衛軍は目下秘密裏に人工太陽の研究を続けているが、殺された博士や教授たちは皆この計画に従事していたんだ。ところでこの計画の最高責任者であるリヒター博士が来週中にも日本を訪れることになっているんだ。犯人たちは当然狙ってくるだろう。何しろ計画の青写真は全てリヒター博士の頭の中に収められているんだからな。君たちの任務は博士の安全を守ることにある。射撃大会で上位入賞した腕をフルに活用してもらいたい。数日後、秘密裏にリヒター博士が来日した。
おう。気分はどう？ここはどこだ？基地のメディカルセンターだ。お前ってやつは本当に運のいいやつだな。手当ても遅かったらあの雪だったぞ。俺の命が何だ？俺は任務に失敗したんだ。博士を死なせてしまったんだ。ところでヒロトは参謀室で緊急対策会議中です。じゃあ奴は無事だったのか？ええ、スパイの南隊員と相打ちだったそうですが、幸い軽傷です。南隊員がスパイ？どうかしたんですか？ソガ隊員、逃げちゃダメよ。ソガ隊員、ソガ君だ。お、ソガ君。隊長、南隊員がスパイだったという証拠は見つかったんですか？いや、今のところ広田君の証言が唯一の手がかりなんだが。広田、本当に間違いないんだな？残念ながら事実だ。やつは俺がトラックと汚染地に博士を、いや博士だけじゃない、この俺まで殺そうとしたんだ。しかし俺が現場に戻った時にはお前の姿は見えなかったが。もう一人の犯人を追っていたんだ。だが途中で見失ってしまってね。殺されたリヒター博士は実は変装した情報部員だったそうだ。本物のリヒター博士は明日到着されるそうだ。ウルトラ警備隊も全力を挙げて博士を守る。はあ、では失礼します。どうぞ。何しに来たんだ？実は君に聞きたいことがあってね。どんなことだ？なあヒロタ、お前何か俺に隠していることがあるんじゃないのか？隠す？バカを言え。しかしお前の態度はどうもいつもと違うようだ。なあヒロタ、俺たちは同期生じゃないか。何か悩んでることがあったら素直に話してくれないか？うるさい、貴様に話すことなど何もない。さあ出てってくれ。仕方がない。じゃあ俺の方から言おう。あの時俺を撃ったのはお前だろう。何？いや俺だけじゃない。お前はあの男たちとグルになって南鈴木の両隊も殺したんだ。悪い冗談はよせよ。何を証拠にそんな言いがかりをつけるんだ？証拠はその顔の傷だ。その傷は俺に撃たれてできたものだ。銃を捨てろ。さあ早く。ウルトラ警備隊を頼む。もしもし、もしもし、もしもし。
貴様何者だ。アルファケンタウリ第13惑星に住むペガ星人。ペガ星人、それが地球に何の用だ。もちろん人工太陽開発計画を妨害するためだ。何？じゃあ最近起こった一連の事件は。そうだ、我々に命令された地球人たちのやったことだ。この広田君もその一人だ。彼は特殊催眠術により我々の命令通りに働くのだ。しかし、なぜ地球人を利用するんだ。残念ながら我々は地球の気圧に耐えられない。君が今何を考えているか分かっている。しかし私はこの円盤の中から外へは出ない。君も私の命令通りに動く人間になってもらう。俺は絶対そんな寂しさにはかからん。かかってたのか。どうかしたんですか。今日の姿にはまるで別人みたいですよ。おい、ソガ。うるさいな。少し黙っててくれ。トンネルの中にはいなかった。ええ、奴らシークレットロードを作っていたんですね。うん、戻りましょう。よし、よせ。え、手を離すんだ。何ですって。そう、人工太陽はペガ星人の円盤が地球に侵入するコースを塞いでしまう。ペガ星人のために人工太陽計画を潰してしまうんだ。それじゃお前は。そうだ、俺はペガ星人のために。やめるんだ。それで何をするんだ。急ごう。超音波探知機で調べましょう。
をしようとしたんだ。そうだ、今までペガス星人の催眠術。そうか、よし行く先は分かってるんだ。勝負しろ。今から5つ数える。数え終わったら撃つ。いいな。1つ、ヒルタ、2つ、3つ、4つ、5つ。お前の足で帰れ。地球は我々の太陽系侵略基地になるのか。帰ることはできない。もう一度言う。お前の足で帰れ。
巨岩は